このイベントは三重県立熊野少年自然の家が主催したもので、小学生と保護者合わせて26人が参加しました。この海岸では1600万から1700万年前の砂岩や泥岩層で、過去にリュウグウハゴロモガイやキリガイダマシをはじめとして貝類や魚の鱗などの化石が見つかっています。化石に詳しい二村直司さんが講師となり、子どもたちはゴーグルをつけ、石の表面を金槌で叩いて化石を発掘し、リュウグウハゴロモガイや白鳥貝などの化石を発見していました。見つけました。巻貝が取れました。難しいけど見つかったときは嬉しい。見つけた化石は二村さんに鑑定してもらい持ち帰ったということです。